はい、皆さん、こんにちは、岸田と申します。本日は大豆田とわこと3人の元夫、第6話の話をしていければと思っております。もう、まさにですね、この傍然自失、想定外、衝撃とは、えー、このような、えー、ストーリーのことを、まあ、言うよな、というふうにまあ思った、本当にもう、えー、もう、もうこの表情よね、視聴者多くがこういう表情になった、衝撃的な第6話だったんじゃないかな、というふうに思います。まあ、早速話入っていければと思うんですけれども、まあ、今の延長戦でまずちょっと感想にはなりますけれども、 本当に呆然実質想定外で、えー、話が進んだなというふうに思いました。まず今回、その、まあ、放送開始から CM 含めて約40分ぐらいまで、とわこが全然出てこなかったんですよね。で、前回しかも行方不明みたいな感じで終わっていたので、もう視聴者みんながとわこはとわこはとわこはみたいな感じで、も SNS も騒然と、えー、していたのが前半の地獄の餃子パーティーでございました。で、その後で、 まあ発作が映って、発作がそのなんか、驚いて、で、コンビニに寄って、で、ストローとホチキス、その時点で私は、うんと思ったんですけれども、で、その後、靴下を取った瞬間、あ、カゴメ絡みだっていうふうに、まあ、思ったと。で、その後、まあ、病院に行ったら、うたちゃんが、えっと、自販機の前で、まあ、 あの、呆然と震えながら呆然としていたと。で、多分、十和子がここで死ぬことはさすがにない、えーとは思いましたけれども、まあ私なんか、かごめ絡みと若干勘ぐりつつも、まあ十和子が、まあず,ずっと行方不明でこうなんていうの、視聴者もみんなほら、よからぬ想像、よからぬってか事故とか事件に巻き込まれたんじゃないかっていう想像している部分もあるので、十和子が、 病院に搬送されたみたいな、えー、感じでまあどっちかかなというふうに今ちょっと思ったんですけれどもそのあ死亡確認っていう、まあ、医者の、えー、セリフが挟まれたことによって、まあ、トワ子は主人公なんでこのタイミングで死ぬことはないと考えるとあっカゴメ死んだのマジみたいな感じに、えー、なりましたで実際その後は、えー、そのような展開になったという感じでございました。 で、あのー、まあ、人それぞれだと思うんですけど、人が人の死に直面したときって、あの、悲しいですよね。もちろん大切な人とか親族が亡くなると。なんですけれども、あの、なんていうのあのね、これ多分人それぞれだと思うんですけども、悲しくて泣き崩れるパターンと、すいませんね、二パターンっていうのを分類するのも良くないことかもしれないんですけども、と、もうなんていうんだろうな。あのー、要は、受け止めきれなくて、 呆然とする感じだからこの感じだったじゃないですか実際そのトワコが亡くなった直後あのパーカーの紐通してる時ももうなんか淡々としてるけれどもまあなんかこう受け止めきれてないっていう感じで私は割とそっち側の人間なんですねあんまりこう近しい人がいきなり突然死したこととかあんまり経験ないので。 ちょっとそこは、あの、経験不足からなかなか話しにくい部分っていうのはあるんですけれども、でもなんかそれが、なんて言うんだろうな、ちょっと私は結構リアルにあの感じは感じましたね。で、まあそこからより衝撃的だったのが、そこからまあ後半はそのカゴメの葬儀のシーンに入っていきましたけれども、要はその、 こんなにコミカルな音楽のかかる葬儀シーンあるっていうふうに思いましたあのコミカルっていうのは演出的な意味ですね葬式自体は多分ある普通の葬式だったと思うんですけれども、まあ、好きな曲とかかけてたと思いますけどねなんですけれども演出としてつまりあのドラマの中の葬式内でかかってる音楽じゃないんだけれども我々視聴者がその聞くサウンドトラックとしての音楽がすげえコミカルだったんですよねでしかもそこのタイミングで前半ずっとほぼほぼ出ていなかったあのナレーションが復活し で、その、カゴメは要は自分が死ぬ時はきっと大雨の日だろうみたいな、葬式は大雨だろうみたいな感じで言っていたらしいんですけれども、それに対して青空の挿絵が、えー、挟まれた後あと、あの、ナレーションでめっちゃ晴れたっていう風な形でちょっとこう、笑いを取りに来たりとか、割とその1回目、そのリアルタイムで見ていた時はもうこっちも衝撃的なんでそんなところで笑えないんですけれども、2回目見た時に、あ、本当にこれコミカルに描いてきているなっていう風に思って、 いやすげえなってか攻めてんなっていうふうにまあ思いましたね。まあ、と同時に、まあ、今回ト東和がまさにそうですけれども結構お葬式って近しい人まあ喪主が中心にはなりますけれども近しい人ってそのお葬式での親戚とか参列者の対応とか、まあ、仮装その他装飾お花、えー、役所への死亡届提出云々含めて非常になんて言うんですかね慌ただしいですよねお葬式ってだから意外とその悲しみに、えー、浸るのって実は。 仮装も,も済んだ後だったりっていうのを私はすごくリアルに感じましただからこそそ,のそれまでの慌ただしいシーンをより何て言うんだろうなちょっとコミカルにな音楽とともに演出することによってその,後の、まあとの蒲子が囲めの家で1人で残り物でご飯を作って食べながら泣くっていうえあのシーンのコントラストが非常にまあ見事に、えー、生えた映えたとはまさにこのことだと思うんですけどもというふうに個人的には思いました まあ、とにかくなので今回は非常にその前半のところが衝撃的で見応え十分というか、えー、素晴らしいまさに芸術作品を見たなと個人的には思いましたでその上で、えー、と階段打ち切りつまり、えー、と前回のこのクソ社長と、えー、行方不明になった十子ですけれどもあの結果的になんかホテルでバスローブ着ていたのはあれはあの。 要は想像シーンだったんであれはないで普通に多分あの交渉をしてで打ち切ったという形のようでございますけれども結局その多分2パターン考え方があって階段を退席したっていうふうにえっと六坊さんが言っていましたけれども,ほんもう交渉でラジが開かないから分かりましたじゃあいいですって形で階段を退席したのかそれとも途中でカゴメの C が歌ちゃんだか誰かから連絡が入って それによって体、えー、積したのがこれ2パターン想像ができますでおそらくどちらかっていうのは今後も明かされることは多分ないんじゃないかなというふうに思いますだからそこはその想像力を働かせればいいし皆様も皆様の中で私はこうだと思うっていうのを信じればいいと思うんですけども私は多分。 カゴメの C がたまたまスマホで何回もスマホが鳴ったりとかそういったところから知って、で、しかもこっちはこっちでもう、て言うんだろうな、正直で交渉してもラジ開かないと思いますよね。何時間交渉しても,も。こいつ意地悪だし、クソだし。だから、そう考えると、多分、あの、それもあって、じゃあもうこのタイミングだってところで、 えー、退席して交渉決裂になったんじゃないかなと個人的には思いました。で、事実として、描かれていた事実としては、カゴメのお葬式が15時に終わって、そのまま会社の会議に出席とはこうはしているんですよね。別の会議ですけれどもね、打ち合わせしていて、で、来年、来年じゃね来週の第7話って1年後に話が飛ぶんですけれども、どうもまだ社長を続けているようでございますので、今回の一件で損失こそ出たとは思いますけれども、多分、 えっと、それ以上というか、その要は十和子が責任を問われて社長を退任するとかまでは、えー、踏み込まれなかったんじゃないかなと個人的には思いました、ただし、あのー、今回、その要は会社にいた若者がねあの階段を打ち切ったっていうことに対して、え、逃げたのみたいな感じで言ったけども、そりゃねえよって思いました、ああいうことは仕事をしたくないと私個人としては思った次第でございます。はい でですね、すいません、これ私完全にただの、私のミスリードだったんですけれども、あの、今回放送された第6話の予告編に対して、前半終了、前編終了、みたいな形で大きく出ていたんですけれども、確かに冷静に考えれば、 あのー、今回の第6話をもって前編終了で来週から後編なわけなんですよなんですけれども前編終了って大きく出たから前回の第5話で前編が終了したと私勘違いしちゃっておりました申し訳ございません、まあ、結構多くの方がミスリードしていたんですけれどもなんで私はこの第1話から第5話が前半で今回の第6話から最終回まで実質食べ10話だと思いますけれどもまでが後編だと思っていたんですけれども全然違いました今回の6話までがこうあの前編で来週からがえっと 後編という形でございましたのでこれは単純に私のミスという形で申し訳ございませんでしただめですねあの冷静に情報というのは着あの理解しないといけませんねという感じでございますただもう今回このもうこのシーンが典型的ですけれども本当こう前編を終えるには非常にこうあのー、見事な えー、終わり方をしたんじゃないかなというふうに思いました。まあ、要はそれがこの地獄の餃子パーティーということでございますけれども、まあ、ようやくというか、ストーリー展開としてで、このね、地獄の餃子パーティーで、えっ、ー、とー、何がどう意義があったかってことなんですけれども、まず事実としてですけれども、それぞれがなんかちょっとこう、分けありな関係になりそうだった、えー、女性たちと 全員と3人が実質もうお別れするというのが今回の、えー、話でございました。で、それを一気にその要はストーリー上を勝たすために、この地獄の餃子パーティーっていうものを作り、しかも十和子が不在のところで、十和子の家で餃子パーティー、まあ、パパから始めたってことではありますけれども、をやりつつ、あの、見てくださいよ。人ん家だよ。知らない人ん家に上がり込んで、 足は伸ばすわ。こっちなんて、あね、ソファーの上に足を乗せるわ。もうこれで、なんかテーブルに最初乗せてんじゃねえかって見えたけど、まあそうじゃないっぽいんだけど、でも、なんつうの、あの、勝手に失礼じゃねえっていうような感じに、多分多くの視聴者も思ったと思うんですよ。もちろんこの3人にえ共感していた方も多いとあの、いらっしゃるとは思いますけれども、多分今回の地獄の餃子パーティーを見て、 この3人とトワコの4人を並べたときに、はい、もしあのじゃあだ、男性とか、えーと、女性が好きな方にも、じゃあまず、あえー、質問ですけれども、トワコかこの3人の4人だったら、あなたは誰を選びますかっていうふうになったときに、私もダントツトワコなわけですよ。要は、その,てのと、ビジュアルが好きとか、そう,そうじゃなくて、まあ、要は、もうちょっと具体的に、ね、説明すると、 トワコ不在のところでこの3人が、まあ、べちゃくちゃべちゃくちゃ言うならば、この3人の欠点みたいなところを言うわけですよ。で、人間は欠点があるし、この3人の言っていた欠点、それぞれの欠点ってのは確かにそれは、えっと、まとわているかもしれない。だけれども、トワコはこの3人にそんなことは言わなかった。もちろんそういう欠点があることは分かっていたかもしれないけれども、人間欠点、相手に対して、ちくいちくいちび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 って言ってもさ、 ウザくないっていう風になった時にこのシーンを持ってここのシーンが不快だって言っていた視聴者の方も SNS 見て結構多いですけれどもこれを持ってこの3人は退場そしてうざいと思った3人は退場ししかも十和子がこのシーンによって十和子不在なのに十和子の印象が上がるアップするやっぱり十和子だよな主人公はやっぱり十和子だよなこの3人よりもっていうような 効果を発揮するシーンだったのでまああまりに雄弁なシーンというかセリフ周りとか含めてちょっとなんか出来過ぎ感もありましたけどまあそれは意図的でしょう脚本家さんのねだからそういった形で十和子がいないところで誰も十和子の話をしていないこの3人がこの3人に対して。 まあ言,う言うならばディスるというか文句を言って3人は防戦一方だけれども、まあ、防戦しきれないで結果的にはこちら側でここの下にまあえと隠れていましたけれども、まあ、そういうことによってとにかく党はこの印象をアップさせるっていうそして3人とも消えるので3人のことをうざいと思ったえみな視聴者の皆,皆様もはい来週から新庄という,う形でですわ、ねまあ、割と楽しめるという感じでございます。あととはちょっともう一回戻しますけれども 今年はジョも多分もう出てこないと思いますので、えー、その辺はですね、えー、一気にまあちょっとうざいなと思った面々は退場したという形になります。今もちろんですよ、あの我々の人生もそうですけれども、うざいと思った人全員こう切ってね、あの平和に生活していこうと思うと、また邪魔者が入ったりっていうのが人生でございますので、多分タバコに関しても、また来週以降、セモ者がね、いろいろ出てくるかもしれないですし、しかもお田切りうさん出るし、ね、まあ、そこまた後で話しますけれども、まあ、その辺はまたそういった、こういったキャラ出てくるかもしれないですけれども、まあ、今回でさよならで。 来たので地獄の餃子パーティーは地獄の、えー、地獄ゆえに終焉したという形で個人的にはそれで良かったんじゃないかなというふうにえ思った次第でございますという感じです、はい、でその上で今ほとんど話しちゃったんですけど勢い余って、まあ、要は大豆田はこうのことをですね、まあ、普通の人って3人 3人ってあのこの3人に対してこの3人がだ、大のめ田とわこさんってどういう人なの普通の人です、うん。普通の人っていうふうにまあ言うわけですよ。でもその、もちろん普通じゃないとは <laughs> 思いますけれども、でもその、何て言うんだろうな、3人が普通の人ですっていうような。 普通って出てきたのは、ある種その3人、シーズン1、シーズン2、シーズン3とも、結婚生活こそうまくいかなかったけれども、でも3人とも、バコに1回自分自身を受け止めてもらったっていう、多分感謝であるとか意識、そしてそれを続けることができなかった後悔であるとか、申し訳なさっていうものを絶対感じていると思うんです。罪悪感と感謝ですね。だと思いますので、それゆえに、 普通の人っていうような言葉が出てきたんだけれどもその後その訳ありの3人の女性にあれでもあーでもねこうでもねっていうには言われたので多分その後で大豆田十和子さんでどういう人ですかっつったら3人の中では普通の人だったけれどかけがえのない人だったみたいなセリフに置き換わるんじゃないかなと個人的には思った次第でございます。はい で、まあ、終盤まで登場しなかった大豆田だ十和子さんなわけでございますけれども、まあ、今申し上げた通り、終盤まで登場しないことによって、地獄の餃子パーティーによって、まあ、シーズン1、シーズン3、シーズン、シーズン1、シーズン2、シーズン3とも、まあ、 とはこの偉大さを改めて、えー、認識するというか、気づくとともに、我々視聴者はずーっととはクが行方不明な状態だったんで、まあ、いろんな想像をしたと思いますよ。だからその、結果的には無事だったけれども、あの、前回のその予告編でバスロブ着ていたので、なんかね、あの、社長さんに乱暴されてるんじゃないかとか、あの、乱暴で暴力的な面と性的な面を含めて、そういったその、あらぬ想像というのを、 えー、心配してしまったりとかあとはまあシーズン2とシーズン3が言っていましたけども事件事故に巻き込まれたんじゃないかっていうような形の、えー、とー不安というかっていうのを多くの視聴者は思っていたと思います実際 SNS 昨日の放送中の SNS 見るとあのー「トワコはどこ行ったの?」みたいな感じで結構登場するまでみんな言っておりましたのでほんもう餃子はいいからトワコはみたいな感じで結構多くの人が言っていたのでまあある種その本当にトワコをずっと登場させないことによって視聴者も シーズン1シーズン2シーズン3も十和子の偉大さに気づくというか我々は一視聴者だしこれはただの創作物なんだけれどもなんかもうはこ子にもう愛着を、まあ、このドラマを楽しんで視聴者は持っているってことに 気づかかされたんじゃないかなといいいとうに思いますだから来週、十和子がまるまる出てくると余計これでまた愛着が湧くという感じ恐るべしドラマだなと改めて思った次第でございますはいそして来週なんですけれども今回最後ですけれども突然の小田切城という形でございましたまああのクソ社長がねあのデザイン会社のクソ社長が出てきてオシーズン4かと思ったらただのクソ野郎でございましたのでっていうふうになった時に結局あれ以上の、まあ、まあ言葉を選ばないで言えば要は俳優さんのレベルというか えー、部分かつ、まあ、ちょっとシーズン1、シーズン2、シーズン3ともちょっと違う独特な雰囲気を持った男性を登場させることでそれがシーズン4になろうがならなかろうが結婚がうまくい,いこうがいかなかろうが結婚しようがしまいが小田切丈という見事なキャスティングを持ってまあ来週から翻弄させてくれることがもう多くの視聴者はもう予想がつくでしょう楽しみで仕方がないでしょうという形でまさに後半戦ですね。もう あの非常に楽しみ、もう何が起,こり起きるかわからない、もう今回、かごめなくなっちゃったので、本当に何が起こるかわからないですけれども、もう来週、とにかく楽しみという感じでございます。はいということで、来週の第7話なんですけれども、まああのお梅だ十和子に関しては、あの細かくねあれこれ、しゃべあのあらすじ読まなくても、も画像で分かりますので、来週は、はい、こんな話でございます、1年後に話が飛びます。 あの朝のラジオ体操1年後もうまくいかないようですけどうまくラジオ体操できないようでございますけれども。なんか小田切ジョー とですねまあ出会ってですね、さあどうなんのという感じで、まあとりあえず親しくなって、カゴメへの思いとか、も要は話が1年後になってるんで、もう1年後なんで、1年前に友人が亡くなって、親友が亡くなって、みたいな感じになるようでございますけども、カゴメの思いがまあ溢れると、そこでだから若干今回謎に包まれていた部分の話っていうのはもしかしたら明らかになるのかもし、えー、れないです。でもそれはそのほら、これ別にサスペンスドラマではないので、まあ、 意図的に明かさないで我々の想像力によって補うべき場面っていうのももしかしたら出てくるんじゃないかなと個人的には思っております。 であとは、えっ、ー、と、白熊ハウジングの社長は、トワ子は続けているようなんですけれども、なんか外資系の出資を受けるだか受けないだかっていうところで、えー、ちょっと問題が起きそうでございます。で、結局そのなんかオーナー会社というか、オーナーが別にいるみたいなんですね、シロクマハウジングっていうのは。なので、トワ子は社長だけれども、まあ、まあもちろん会社って株主いたりとかね、いろんな、あの社長が全ての決済権を持っているわけではないですけれども、別途オーナーがいるということでございますので、まあ、き基本的にその社長であっても、オーナーが別 にいればオーナーの意向に従うということになると思いますので、まあ、それゆえにちょっと来週、買収話というか出資話に関して会社の経営方針とかが変わってくるのでちょっとそ,っちそっちの会社側の話も大変そうだなという,ふうに思います。あの私が普段の本職が映画メディアの編集長なんですけれども、えー、と編集権というその記事をどういうものをアップするかというものは私が全ての全権を持っていて誰も文句は言えないという形なんですけれども。 オーナーは会社が別にありますので、私、業務委託なんで、オーナー会社がありますので、基本的にはオーナー会社が、え、定める予算内で目標値が設定されて、それに、まそれを目指して仕事をすると。で、えっ、ー、と、もう6年続けてるんで、あの、そんじゃそっか、あの、よほどのことがない限りは、えー、クビにはならないと思いますけれども、あの、あくまでも、業務委託でオーナーが別にいるので、あの、君はクビだよって言われたら、まあ、契約に沿って、えー、業務を終了するという立場にはございますので、 割となんかそれに近い社長なのかなっていうのをなんとなく思いました。その辺はちょっとまた来週どういう描かれ方をするかによってあまりに私と似ていたらその辺は私なりのえ当事者としての解説もできるかなと思います。それはまた改めてお話できればと思っております。はい。ということでまあ第6話非常に衝撃的で悲しくてもあのこの後の,あの聞かざる恋が衝撃的すぎて頭に入ってこなかったって方もいらっしゃると思いますけれども,もうドラマ、これだけ視聴者に衝撃を与えたっていうのは すすごいいと思います本当に素晴らしいドラマだなという,ふうに思いますので、本当なんか、ねあのーまあ後から見てる人も多いようなので、視聴率は伴っていないドラマですけれども、まあ、なんかこの間、うちのメディアのライターさんドラマライターさん7人ぐらいいるんですけれどもに、コンクールで一番面白いドラマ何ですかって言ったら、全員大揉めだ投こって答えましたので、あのーあ、その時は7人いなかったけど、5人ぐらいか5人ぐらいに聞いたら全員大揉めだ投こって答えていたレベルなので。 本当に素晴らしいドラマだなと私個人としても思っている次第でございます。はい、来週から第、えー、後編という形で、えー、後編も楽しくお話できればと思いますので引き続きよろしくお願いいたします、はい。本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。